前回紹介したリドバーグ並ぶ歴史のあるレストランを紹介します。現在ボリシーにいます。ボルシーのティラピアのスープです。パンもついてきました。私はリドバーグよりかこっちの方が美味しいと思います。まあ、魚も結構大きいのが入っています。チーズとハムが入ったエンパナーダです。中身はこんな感じです。ボルシーの前にあるファンバンデスカフェでコーヒーを飲みたいと思います。私の一番好きなコーヒー屋です。いただきます。約700円ほどで美味しいコーヒーが飲めます。この T シャツを買います。結構他にもパラグラムの T シャツがあります。本日買った T シャツです。約1000円ほどです。なかなかいいデザインです。テレビのデザインもあります。後ろにはパラグアイの地図もあります。南米パラグアイから発信しております。チャンネル登録お願いします。